チャンネル。さあ、やってまいりました、こちら投資一押し投資一押しの伊豆で一番おいしい牛乳が飲める場所、どこですか？ご紹介いたしましょう、こちらグリーンヒル戸井伊豆高原大木牛乳。楽しみにしました、はい、こちらマジでおすすめなんで。何が美味しいんですか？牛乳。今話聞いてた伊豆で一番美味しい牛乳が飲める言うたよね。牛乳だけですか？いや、君だけのプリンもあります。行こう。君だけ、君だけ、満喫してるやつ。おお、はい、考えられてるわ。こりゃここにハマると超海が綺麗に。つまりここから見るとこの景色最高、最高ですね。山の空気と海の景色を独り占め。しそう、しいたけドッグとか。そうと、これがあのしいたけチャーシューバーガー。いや、美味しそう。美味しいんですよ。うん、取るの忘れた。これがあれですね、しいたけチャーシューバーガー。これ、ね、椎茸がドーンと入ってる。椎茸マカロン。椎茸マカロン。本当だ。じゃあまずマカロンから試してみるか。いや。あ、こちらの、こちらの君だけプリン、チョコプリン、君だけプリンリッチ、黒ごまプリン、ミルク屋のコーヒープリン、ミルクプリンすべて取り揃えております。牛乳はこちらですね。あれ、ちっちゃいのあったけど、あのね、ちっちゃいのね、こっちで、ね、頼めるはず。あ、そうそう、特濃桃ミルクとかがカップで250円で飲みますし、じゃあ1本で550円、日本ケースだと1200円。で、かわいい、このこちらの、これこれ、はい、ホルダー入りだと1000円です、ございますね。あ、うまそう。まずカッチとカップで飲んでみて、あの、大きい牛乳と引っ掛けた日もあります。で、2つ飲んだったら500円です。どっちも飲んだ後にどっち買うかを決めていただければ。買って海見ながら飲みます。ダメだよ、ここにいたら牛乳飲まな。すいません、あのカップのコーヒーミルクとミルク1つ、はい、500円です。ちょっと持ってて。うむ、じゃあ俺どうするんですか。はい、はい、でもう一つこのセットで、このセットで、はい、これやっぱね、外で飲むのが。こちらおすすめの牛乳と、こちらが牛乳と、こちらがコーヒーミルクとなっております。クソうまそう。牛乳どうしたの？牛乳どう見てもそれコーヒー牛乳のカラーだよ。パン買ってる？プリンはかばずにパン買ってる？これここの牛乳を使ったミルクパン。なるほど。お、あ、結局やったな。ビワンパン。ビワンパン。あ、これビワなの？初めて見たな。よっしゃ。何個買ってる？3個でしか売ってない。3個で300円。ちょっと焼きたてにして。じゃあ、東映の近い。これ東映の近いしようぜ。では、大木牛乳に
感謝して乾杯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 、マスクしてた。うまい、うん、お、あ、飲みやすい。コクがしっかりと後から来て、うん、濃いでしょ。なんかね、濃いんだけど、でもね、すっきりしてる。なんか生臭さがないっていう。うんうん、そうだね。でもすごいね、まろやか。サラサラ入ってる。めちゃくちゃ美味しいね。なんか、うん、すごい。牛乳って感じしない。ちょっと一口でいいかい。牛乳嫌いのゲンさんが牛乳をイン。あー、うん、美味しい、うん、ダメだな。今までの牛乳比べたら格段に美味しい。牛乳なんですね。これもなんか程よく甘い。あ、これ美味しい。ほんま美味しくないかも。いや、どっちも捨てがたいね。あー、美味しい。美味しい。これ美味しい。こういう牛乳うますぎるって。うまいで。だから雪印のあのコーヒー牛乳をもっとまろやかにしたの、甘さを抑えて、大人のコーヒー牛乳、うん、確かにそうだよね。雪印の量ね、あれクソ甘いけど、あれよりもっとなんか雪印のやつさ、甘さも苦さもなんか尖ってるって、うん、でこれはどっちも甘さも苦さもまろやかっていうか、すごくお互いのいいところをちゃんとね、うん、こう、いや本当になんか、なんかアビアンのやつ純粋になんか澄んでる。パンの匂いじゃない。ビワアンパンです。あ、それさ、うん、あんにビワ使ってるからビワアンパンなんじゃないの？そうだろうね。あ、そういうことか。ビワアン、ビワアン。君だけのプリン、そっちがリッチ、そっちが普通のプリン。じゃあ普通だ。色合い的にはあまり変わらない感じだね。一見わからなかった。多分書いてなかったらわかんない。問題は味がどれぐらい変わるのかだよね。じゃ普通のプリンから食べようかな。色は全然変わんない。変わんない。これ入るのか、ストロー。入ってくる。いただきます。プリンおめでとう。何のプリンだろう。あ、うますぎる。ミルクプリン。あ、なんかね、俺が想像したミルク、俺ミルクプリンってほら牛乳苦手だから、ああ、あんま好きないんだけど、このミルクプリンはね、濃厚で凄いプリン感があるミルクプリン。てかもうプリン、普通のプリンじゃないこれ。もともと君だけのプリンだから、牛乳、卵黄、グラニュー糖。これリッチだと何やっちゃう。あーもう、違いがわからない。方が牛乳感があるな。リッチの方が牛乳感が強い。うん。そんな気がします。食べてみる。いい。これ大丈夫なの？普通の方。普通の方です。あ、うまいね。買って帰る。え、超うま。これは普通のやつ。これ普通。リッチだけど、
え、そんな感じなの？違う、どいや、めっちゃ違いがめっちゃうまいんだけど、なんか分かんない。違いは分かんなくなる。これがキラプリ。うまいんだよ。ちょっとこう口の中でプリンを溶かして、なんかあ普通のミルクプリンかなと思った後に襲いかかってくるよね。ああそうだね、プリンみたいな襲いかかってくる。わかるわかる。